12月22日、ダウンタウン松本人志60発案のひとし松本プレゼンツドキュメンタルのシーズン13が Amazon プライムビデオにて配信される。ドキュメンタルは密室で芸人たちが行う密室笑わせ合いサバイバル番組。これまでは個人戦だったが、シーズン13はカンビネドと名打って、 シリーズ初のコンビ同士による対抗戦が行われる。ドキュメンタルが良い例ですが、このッ,ックス、アマンゾンプライムビデオ、フールー、DMM テレビなど、多くの動画配信サービスがお笑いコンテンツを新たに開拓しようとしていますよね。例えばネットフリックスでは、元テレビ東京プロデューサーの佐久間信之さん47が千鳥とタッグを組んで、 トークサバイバートークが面白いと生き残りれるドラマが現時点で2シーズンまで配信されています。大筋に1本のドラマがその合間に挟まれたアドリブパートで主演芸人たちにお題が振られ面白話をしていくというルールの番組ですね。女性誌編集者トークサバイバーはドラマパートにマミヤ翔太郎、三重や白田夫、 37といった本格的な俳優が出演したり、アンジャッシュの渡健県51や東出正宏35といったやらかしタレントが起用される話題性もあり、大人げの番組である。配信初日10月11日に今日のテレビ番組トップ10で1位も飾っている。配信サービスでは開始が2022年という歴史の浅い、 DMM テレビも配信バラエティを短期間で多数制作しています。もともと年齢制限のあるコンテンツに強いイメージのある DMM ですが、DMMTV も攻めた番組作りをしていますね。DMMTV は水曜日のダウンタイムでおなじみの藤井健太郎ディレクター43と安田大サーカスクローちゃん46。 がタッグを組んだ大脱出など、地上波ではコンプラ的にアウトである組を多く制作している。大脱出クロちゃん映るたびに草なりえたしなんだかんだ諦めない当たりクロちゃんに初めて感心した。クロちゃんが気の毒だけど必死な姿かいい。といった声が SNS にも多く寄せられている。 ドラマパートが連ドラどころか映画レベルのクオリティのセットや演出が組まれている。トークサバイバーが良い例だが、配信大手は制作予算が地上波とは比暗。なないテレビ不況で、さらにコンプライアンスが厳しい現代、地上波でバラエティ番組をやるのが難しくなりつつあるだけに、大手動画配信サービスで、独自のバラエティ番組の制作されていっているのはよくわかる。 しかし、制作会社関係者は、お金をかけた大型企画で、売れっ子芸人が面白バラエティ番組をやれば大儲け、そんな風に考えている人も多いでしょうが、実情は違います。と話し、こう続ける。配信番組は、地上派番組以上に厳しい、ギャンブルの世界です。どんなに予算をつぎ込んで話題作を作っても、 配信の再生数や有料会員を増やせなければ意味がない。すでに配信のバラエティ番組でほぼ見られない加入者を増やせなかった番組が多く出てきており、そこで勝つことは簡単な話ではないんです。とりわけ、アマンゾンプライムビデオのバラエティ番組はうまくいっていないようですよと、アマプラでは4月21日から28日にかけて、 80年代に大人気だったビートたけし76の痛快なりゆき番組風雲たけし城 TBSK シリーズの令和版風雲たけし城全8回を配信。難関アトラクションを超えてゴールを目指す番組である。たけし城は80年代のオリジナル版159カ国地域で放送されるほどの 大人げコンテンツだったが、アマプラ版は、たけしの出番が少なく、たけし軍団も出てこないこと。さすがに理不尽すぎる難易度の高さから。とにかくステージの難易度が高すぎること見ていてつまらない。昔はもう少し難易度は低めだったはずなのに。サスケに近い何かなんだろうが、緊迫感が伝わらないし、お笑いの要素も薄い。 せっかくかの世界のアマゾンが見始めてくれた番組であるならば、もっとワールドワイドに参加者を募ってみたり、世界各国を転戦してみたり、国内に止まらないスケールでぜひ動いてほしかった。といった厳しい声も寄せられてしまっている。竹市場は総額で20億近くの制作費を注ぎ込んだとも言われていますが、残念ながら大ヒットとはならず評価だと言いますね。 また、2017年、18年にダウンタウンの浜田雅俊さん、60、ら芸人たちが自動車合戦を競うバトルゲームバラエティ番組、戦闘車を配信しましたが、こちらも2018年で終了して、音沙汰がないことからわかるように、良くなかったそうですよ。同番組も予算はとんでもなかったと言います。こうした失敗が今日で、 アマプラはバラエティ番組の制作を諦めようとしているという話も囁かれていますよ。前室の制作会社関係者、11月22日にスタートした、ネタが滑ると災いが起こるという不思議な島に突如転生させられた芸人たちがアドリブを繰り広げる。ここは笑いの不思議道書店もうっちゃんなんちゃん内村てるよし59。 を筆頭に豪華なキャストが集結しているが、ここは笑いの不思議堂書店、7分耐えたけど限界が来て離脱した中略、中途半端にまほめぶったドラマ仕立てだし、真面目なドラマとしても中途半端だ。シンプルに面白くない上にドラマも微妙芸人がゲテ物食ってる様子すら面白く、できないの致命的すぎる。と、国評の声が目立つなど、 アマプラのバラエティ番組はなかなか厳しいようだ。